年収チャンネル。はい、年収チャンネルの鴨本です。みさきです。じゃあ引き続きヒロさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回はリクルートということで、はい、リクルートについていろいろ教えてください。リクルートでどんなことしてたんですか？逆にどんなイメージありますか？ゆりかごから墓場まで面白いですねリクルートは簡単に言うと広告を売ってる会社なんですね。分かりやすい広告媒体の名前で言うと有名なところでゼクシーとかホットペッパーとかジャランとかスーモとかリクナビとかですね、そういうのを全部リクルートがメディアとして作っていて、その広告をクライアントの企業、その会社が広告を使って売り上げをどう上げるかっていうのをコンサルティングするソリューション営業をやっている会社ですね。リクルートの中でいうと大きく2つの仕事に分かれるんですけども、1つがその広告を売る営業部隊で、もう1つがその広告媒体をより強いものにするために作るメディアプロデューサー MP っていう2つの大きな仕事に分かれてます。ゼクシーを作る側とゼクシーを売る側で分かれるってことですね。そうですね、その辺をチームを組んで一緒にやってるっていうところですね、うん、どうでした？リクルートはめちゃくちゃいい会社でしたよ、うん、よくね言われると思うんですけども、うん、リクルートは本当に人がすごくいいんですよ、うん、そのリクルートの人のいいところで特徴的なところで言うと、うん、会社辞めることを卒業ってみんな言うんですよ、うん、前向きにこれから新しい門出だから送り出してあげて、うん、また一緒に仕事ができたらいいねみたいな、うん、そういう雰囲気を作ってリクルートから独立する人って結構多いんですけども、うん、その OB の人たちがつながってその絆がすごく強いいい会社ですね。結構営業が強いしソリューション営業してるとクライアントさんにガンガンこう入り込むから、そのクライアントさんとのつながりがすごい深くなるじゃないですか、はい、そうするとそれはすごくいいことである一方で属人性が高まっていくから、なんかそのなるべくその部署に長く居続けさせないようにこう移動させるみたいな、そういうマネジメントをするみたいなこともちらっと聞いたことあるんですけど、そういうのってあったりします？ありますね、うん、やっぱりその営業の人が好きだからやっぱりクライアントがお金を使ったりとか、うん、その信頼関係というところが結構大きい部分が、うんうんうん、あって属人的なところがおっしゃる通りかなりあるなと思っていて、なのでローテーションはしますね。どんなに売上を上げているクライアントの営業であっても定期的に変えて入れ替えるようにはしてますね。だからそれって卒業っていう独立とかに対して前向きに推してるように見えて、会社としては独立を防いでるようにも見えちゃうんですけど、辞めるものに対してまあ引き止めたりとかネガティブには言わないけど、できればある程度長くは活躍してほしいっていうふうには思ってますね。それがすごい悩みであって、働いてる社員もどんなに活躍しても自分の中で軸の通ったスキルが積み重ねにくいっていうところはありまして、なので専門性が身につきにくい、裏を返すと何でもできるジェネラリストにはなるんですけども、そこは結構相反する悩みです。マネジメントの仕方も結構営業会社特有のなんかこう読みだったり詰めだったりとかっていうのはあったりするんですか？はい、ありますね、うん、ただ前向きに明るく詰めるというか、うん、もちろん数字には厳しくてやるんですけども、うん、クルートが好きで働くことが好きな前向きな人が多いので、うん、自分から高い目標を宣言する人が多いんですよ、うん、まあ、マネージャーがちょっとそれは高すぎるんじゃないかって言って抑えることもよくあるので、うん、本人の意欲とか自走力がすごく強い会社なんですね、うん、まあ、その厳しく数字を詰めてはいくんですけども悲壮感はないというか、うん、みんなで一緒にチームとなってグループ全体で前向きに数字を達成していくっていうようなカルチャーですね。そこがすごくいいと思います。リクルートの給料だけ最後じゃあちょっと聞いていきたいんですけど、給料いいじゃないですか実際リクルートって、うん、どんな感じの給料になるんですか？はい、給料はですね、うん、新卒で入った時が450とかで始まって、うん、でその後ですね営業の中心メンバーが若い人も多いんですけども、うん、前多分出演されたリクルートの方も言ってたんですけども、うん、ミッショングレード制っていう風にその年齢ではなくて、うん、仕事やってる仕事のまあ、重みというか役割の大きさで、その人が昇進して昇給していく仕組みになっていて、例えば30歳相当の仕事をしている人だったら R30 とか、35歳相当の仕事をしている人だったら R35 とかっていうふうにどんどん上がっていって給料も上がりますと。中心の営業メンバーっていうのが R30 とか R35 あたりなんですけども、そこで大体年収が600から800ぐらいだと思いますね、うん、部署がどれぐらい儲かってるかっていうところにも多少影響されますし、うん、あとは営業成績でかなり左右されるっていう感じですね、うん、私がだから営業で一番良かった時、年間でまあ MVP みたいな時だったら950ぐらいまでは30いかずになりましたね、うん、そう考えると、まあ、商社とかそれと比べると別に良くはないですね、うん、そうなんですよ、うん、だから若くしてどんどん仕事もね、いろいろ責任あるものもやれるしチャレンジもさせてもらえるんですけど、うんうん、リクルートの
カルチャーが仕事ができるやつには報酬っていうよりもっと大きな仕事を報酬として与えるっていうカルチャーがあって、あまり給料にはそれほど反映されなくて、もっともっと大きくてやりがいのある仕事にチャレンジさせてもらえるっていうのがモチベーションになると、そういう会社ですね。都合がいいですねいい会社ですね。とはいえですね、キャリアを積み上げていくっていうところでいうと、大体まあ35歳ぐらいまで、まあ仕事のやりがいっていうモチベーションでいけるんですけども、まあ、マネージャーになると大体800万から1000万とかで、それ以降はもうほとんど上がらないっていうシステムになっているので、なかなかその後のモチベーションが続かないので、30歳を過ぎてくると次の仕事を考えたりとか独立を考えるような構造にはなってます。それでまた若い人をどんどん入れて活躍させるっていうような会社ですね。構造上やってることってメディアを作ってその広告枠を売るっていう商売だから、めっちゃ難しいことをやってるわけじゃないじゃないですか、はい、専門知識とかも言うても知れてるじゃないですか、そうですね、コンサルに比べるとそういうメディアを量産してるっていう形だから、はい、その30ぐらいとか30何歳とかになっていくと、まあ、一通りも学びきれちゃうんでしょうね、そこから先会計系の仕事とか IT とかと違って、普通にメディアの営業ってなるとやっぱそんなにやることなくなってくるから、多分こうおのずと35とかになってもうやることないし学ぶこともないんだろうなって言ってやめてくるみたいな、そんなイメージを。あ、近いですね、ある程度まあ営業とかそのやりたいまあメディア制作で実績を上げて、その後まあ人のマネジメントを一通り経験したら、その次何を目指せばいいのかっていうのがなかなか現状だと見えにくい会社なのかなとは思います。自分で作っちゃう人もいますよね、新しくなんか。そうですね、はい、そっちの方が早いですね、やっぱりね、リクルートに関してはすごい勉強になるなと僕もよくいつも見ながら思ってるん ですごいいい会社でもあるんですけど、まあ、実は言うと僕新卒の時に押したんで、だからちょっと今ちょっと悪い質問仕返ししてやろうリクルートだったんですね、はい、じゃあそんな感じで本日はありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。美咲の一言。リクルートすっごく明るくていい会社だなって思いました。